ベースが今回パナソニックオープンを初めて中継することになりまして、エンベースの技術とパナソニックさんの技術を掛け合わせて、何かできないかということで今回の実証実験を行うことになりました。そうですね、リモープロをやるにあたって本社に映像素材を集約させないといけないということがありまして、そのために回線数が膨大になってしまって、それに引っかかるコストも多くかかってしまうということが問題点として挙げられていました。ケイロスというパナソニックさんが開発されているスイッチャーのデモを以前からうちの方でデモとかをさせていただいてまして、で、そのケイロスを使って取り組みをやってみようということになりました。今回無観客での開催になったということで、普通の中継に加えまして1番ホールと18番ホールだけを見せる配信チャンネルを追加しました。1番ホールに関してはリモートカメラを現場に設置しまして、でそれを本社でスイッチングすることで制作しました。ケイロスを使用することで複数拠点でスイッチングが可能になり、入力した映像素材も共有することができたので、今回地上波と CS とインターネット配信と、3つのチャンネルで放送したんですけれども、それの中継を行うことができました。ガオラと、MBS 地上波と、インターネット配信3箇所で制作する上でマルチビューアーを利用したんですけれども、そのレイアウトが非常に自由が効いて、こちらの希望通りのマルチビューが作成できました。今回パナソニックオープンでは4台のリモートカメラを使用したんですけれども、それが1台のコントローラーで制御できたのが良かったと思いました。今回のようにスイッチャーを現地に置くことで、それをリモートで操作するというスタイルのリモートプロダクションであれば、回線のリスクとかも考慮しなくていいので、リモートプロダクションに踏み出せるんではないかと思いました。やっぱりそのリモートでスイッチングができるという、機能を持っているので、今後パナソニックオープンに限らず、エンベースの他のスポーツ中継だったり、そういう遠いところで行っている中継で活用できるのではないかなと思いました。Panasonic Business